聞いてるぜ。やあ親友、久しぶりに会ったけど、セーフレイヤでの生活は悪くないんだろ。唯一の男子生徒だって聞いたんだけど、美しい学校生活を送って少しは明るくなったかい？それとももっと大人っぽくなった？クールな男を目指してる？ほう、じゃあたくさん勉強したはずだよね。ちょうどブローニャ隊長にフォースワンの怪物を一掃してきてほしいって言われたんだけど、勝負してみる？昔みたいに。まだ勝負はついてなかったよね。毎回互角だったから。この狙撃銃は100発100中だけど、近接戦だと君の見せ場だからね。どのみち任務を行わないといけないし、面白い方がいいんじゃない？数年ぶりに再会したと思ったら大口を叩くようになったね。じゃあ決まったね。また後で。戦場に到着。やっと来てくれた。待ちくたびれたよ。予備学科で最も行われてた方法で勝負しようか。倒した怪物が多い人の勝ち。それでオッケー？覚えてるよね、敵にとどめを刺した人が得点をもらえるって。僕の弾は普通じゃないやつが来たね。早く倒さないと。僕にとって僕が得点を全部もらうよ。倒せるのは変わらないけど、時間は待ってくれないよ。君が倒すのは結構厄介じゃないかな。そいつは2点にしようか。さっきのはウォーミングアップだよ親友。もうルールは思い出したはずだろ。ここからが本番だ。もう手加減はしないよ。今回は本気だ。君の用意ができたら怪物をこっちにおびき寄せるよ。どれほど強くなったか見せてもらうよ親友。この道は前にも歩いたような。気のせいか。楽勝。そっちはどうだった親友？僕が弾を撃ったら1点ゲットだって君は分かるのに、僕には君の進捗が見えない。少し不公平だと思うんだよね。おや、もう少し頑張らないと僕が全部もらっちゃうよ。やっぱり君にはかなわないね。少し悔しいけど、また君の勝ちだ。はいはい、僕の負けでいいよ。君本当に強くなったんだな。でも久しぶりの勝負だし、このまま終わるのももったいないと思うんだよね。別の場所でもう一勝負する？今度こそ負けないよ。君なら乗ってくれると思ってたよ。もう少し前へ進んでみようか。了解。わかった。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。
了解。分かった。そろそろ陣勝ちです。チャンス。おかしい、この怪物たちはなぜ。僕たちにとっては手間が省けたけどね。怪物が全部石像になってた場合、得点の計算はどうすればいいんだろう。おい、こいつ。仕方ない、任務は最優先だから。勝負というか待ってくれよ。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。こいつかな。見つけたみたいだ。昔の役割分担をまだ覚えてるかい、親友。おい、それは寮を抜け出す時の作戦プランだろ。君は安心して正面から敵を迎え撃つといい。僕は側面から援護射撃するから。分かった。親友、照準を合わせる時間を稼いでくれよ。ふう、やっぱり僕たちが手を組めばどんな敵でも楽勝だよ。ところで、第2ラウンドの得点はどんな感じだったっけ？僕の方が君より1体多く倒したと思うけど、まあいいや。今回の勝負はお預けってことでいいかな。今後各小隊の連合演習の時、また思い切り勝負をしよう。そういえば、こうして君と肩を並べて共に戦うのは本当に久しぶりだね。君がセーフレイヤーに行ってから、僕の射撃練習に付き合って一日中訓練場にこもってくれる人はいなかったからさ。君の話は全部覚えてるよ。そうだな、あの時はそうだね、行ってみただけだよ。でも君の話は本にしたいと思ってるよ。いつか君が英雄になったらその本を出版するんだ。タイトルは知られざる彼の過去にしようかな。きっと売れるだろうし、そうしたら引退後の生活も安泰だよね。そんなことを言わないでくれ。僕は人を見る目に自信がある。だ、ちゃんと自分のことを守って危険なことをしないでくれ。僕の今後の資金は全部君次第なんだから。そう言ってくれたのは君だからね。
僕にチャンスを見つけられないようにしてくれよ。任せてくれ、親友。キャロルショップへようこそ。